怪物賠償としてはお支払いできないというあの保険の約款でですね。で、これ出ると思って買いまくってしまった GPZ のパーツとかはもう何もならないとですよね。あ、さようでございます。はい、ということで本日は急遽動画を回してるんですけど、YouTube っぽい。事故後。はい、ということで本日は、なんとですね、いやもうかなりびっくらたまげましたね、これね。はい、こちらです。GPZ と、ゼファ400X のつもりですよね。ジャンバーも近いですね、色がね。はい。が、事故りましたね。はい。ということで、こちらをどうぞ。皆さん、ここがですね、もうほんとつい先日ですね。僕が先頭を走り、ゆうちゃんが後ろから、あそこでやってくるんですね。で、ここがですね、こう走っていくと、このように信号があってですね。まあ、見通しはかなりいいです。先ほども見てもらいましたが、あの、向こうから走ってきても、前が止まってたしも、まあ見えますね。はい。ですが、こちらからですね、かなり気のいい兄さんたちが、4台か5台ぐらいかな。で、こう、前からブーンと走ってたんですね。で、僕が先頭なんで、あ、ゆうちゃん前から来てるよなんて、やえできるよなんて言ったんですね。そしたら、やえしたらもうめっちゃしてくれたんですね、向こうの方が。じゃあもうゆうちゃんテンション上がっちゃったのかね。そこから出てきて、そこの辺で、ちょうど、黒いところがこんな感じですね。はい、という感じでですね。いやもう、ギーッドーンってなって、いや、なんかちょっとね、久しぶりに見たら結構見るも無残なって感じですね。まあ、という感じで、これ、GPZ、要は、まあ結構この、下半身3分の1は鉄槌状態なんですよね。で、まあ、あの、ゼファーが、はい、またこちらの写真、どうぞ、ペッ。はい。こんな感じで、フロントが結構ぶっ壊れるぐらい、曲がるぐらい。ね、もうちょっと、もう、しょうがないですから。もう終わったことなんで。はい。明らかにしていかないと、治んないんですから。いや、もう、大丈夫、明るくして。はい。もうみんなほら、明るくしてくださいって、ブーって来てるでしょ、ほら。明るくしてください、今、コメントブー上がってってる、今。上に。言っちゃった、この編集。っていう感じで明るくしてください。はい。ゼファーの前がそんな感じだということは、おそらくなんですが、ここですね。この周り、怪しいんですよね。まあ、ちょっとここの距離感で見れないんですけど、もしかすると、みたいな、後ろ周り、結構やばいんじゃなかろうかということで、私、やっぱね、これは本気で、とうとうね、バイク屋さんにいつも頼んでたんですけど、今回は、自爆事故ということで、自分で直そうかなという感じですね。もうカールもね、これもね、こういうのもね、実はね、なんと、中身がやばいってことじゃないですか。まあ、これもね、私、いろいろ考えましたね。つうことで、でね、このようにですね、これ第1弾ですね。いろいろ僕、かなり買ってるんですよ。はい、ちょっと住所があるんで、軽くモザイクが入ってると思いますけど、まあこんな感じで、もう、まだね、これね、すごいですよ。10分の1です。はい、こちらどうぞ。買ってますね。もうすごいことです。まだまだこれからですからね。で、問題があるんですね。先日私の元に電話がかかってまいりまして、まあこの GPZ ちゃんはこのゼファーちゃんにガーンと突っ込まれたわけです。ってことは10-0ですね。はい、保険屋さんからもね、電話かかってきて、この GPZ 全部の保険代がね、全部とは分かんないけど、まあ出るっていうことだったんですよ。ってことで、じゃあもう、じゃあ動画にも出せるしってことでね、バンバン買ってったわけなんですよね、この通り。こんな感じで。で、買ってったわけなんですけども、で、それでじゃあ、乗ってた人は誰ですかみたいな。で、保険の右はどうのこうの。あ、そうなんですね、なんつって話が終わって、だから安心して、普通に何も考えずにやってたんですが、なんと、電話がかかってきたわけですよ。恐ろしい一言が、俺の元に飛び込んできたと。はい。はい。ハンズオン恥ずかしいで、その恐ろしい一言とは、いきますよ。一切保険出ません
0%。 なんでですかって話ですよね、これね。で、一応僕の口から説明しますね、一応ね。要は、このゼファーちゃん、仮ですけど、仮ですけど、今ね、ちょっとレッドバロンさんに。実際、そのゼファーちゃんの直す保険も、車体保険自分のには入ってなかったんで、まあゼロですね。ただ、対物対人に入ってたわけですよ。任意保険ね、ちゃんと入ってるから。だから、前に突っ込んだこの分は出るはずなんですね。だから保険屋さんも一度電話してきて、見積もりをしたいんで、今週の金曜日に、要はここにね、ここに伺っていいですかって言うから、じゃあ電話してくださいって言ったのに、その2日前に電話がかかってきたわけですよ。嘘でしょって話ですよ。要はですね、こちらのカリゼファちゃんの名義、まあ会社名義なんですね、保険が。なんですけど、被保険者、要は、被保険者ってのはどういうことかというと、要は、保険のをもらえる人って意味かなが、要は、オジライダーなんですよ、名義がね。会社なんだけど、被保険者は俺なんですね。オジライダー名義なんです。で、こっち、でね、完全オジライダー名義なんですよ。車体がね。で、なった場合、はい、まさかのですよ。同じ名義の人には保険払えませんって言うんですけど、どういうことなんですか？とんでもないです。びっくりしすぎて、いやもうね、何が何だか、まあでも、まあね、知ってますよ、俺の人生経験が。そういうところからそういう電話を、誠に申し訳ないんですかって電話かかってきた時、これ絶対曲がりません。なんで、もう一度分かったよ、もう二度と電話してくんだぐらいの気持ちですわ。はぁみたいな。と思って一度切ったんですけど、ゆうちゃんとその後話してたら、もしかしたらね、違うんじゃないかと。でもよくよく考えたら俺もね、なんでこっちは会社名義で、こっちは俺名義で、なんでだよと思ったら、さっきの被保険者問題っていうことで、今から皆さんに聞いていただきましょう。保険会社に電話した内容、こちらを、どうぞ、ペッ。あ、もしもし、と申しますけども。はい、お世話になっております。ゼファーの。あ、はい。ちょっともう一回確認したいんですけど、昨日だか一昨日電話してもらったの。はい、要は GPZ への支払いじゃなんだ、保険が出ないっていうのは、はい、要はゼファーの名義も、俺だからって言ってましたっけ？ゼファーの保険契約がですね、ご契約者様が、はい。ここの保険の被保険者ですね。いわゆる契約者というのは保険を契約している方なんですが、はい。被保険者という、いわゆる保険の、恩恵というか保険を受ける方が被保険者というんですが、はいはい、被保険者の名前が、様なんですね。はい。はい。そうした場合、今回、被保険者様、様の保険契約をされている車両が、様のバイクに追突をしたということで、同じ名義という、認識ですね。所有管理財物というところで、同じ型のものに接触しているというところで、無責、まあ、財物賠償としてはお支払いできないという、保険の約款でですね。なるほどですね。させていただきました。それが、例えば貸してたとしてもですもんね。はい。あくまでも、保険者のお名前が入ってしまっていたので。なるほどですね。で、これ出ると思って、買いまくってしまった GPZ のパーツとかは、もう何もならないってことですよね。あ、さようでございます。なるほどですね。わかりました。はい、大仏につきましては、はい、無責となってしまいますので。わかりました。いやー、とても残念すぎるね、これは。という感じでですね、もう無理ですね。はい、これね、ただ冗談で言ってたぐらいなんだよ、本当に保険屋さんに電話で。いや、こちらの見積もりさせてくださいって言うから、いや、高いですよって言ったら、そうですよね、なんて言ってたの。なのにもかかわらず、なんで、次の日ね。だから俺は野望区でこんななって、さっきも言いましたけど、うん、って今出てましたね。今、落札中、落札中みたいな。
もうこの部屋の3分の1ぐらい GPZ のパーツの段ボールで埋めてやりますわ。やばいね。ということになりました。なのでですね、本日はですね、結構短めの動画なんですけども、この保険について見直した方がいいんじゃなかろうか、という動画ですね、皆さんもね。はい、いや、だって、治ると思うでしょ。いや、まあ、保険じゃ治してくんないけど、お金がね、出るってことですよ。で、特に、僕らなんか、旧車、ね、言うならこんなのぶっ壊れてみなさいよ。どういう見積もりを出すのこれ。わかんないけど。それやばい。高いよ、これ。もうフレームがモンキーでタンクがモンキーなだけであと全部違いますね。はい、モンキーっぽい何かなんで、これ保険でやるときどうすんのかなみたいなね。ゼロしてる？ゼロ。ゼロ円宣言。本当に。いや、マジゼロよ。びっくり。ね、保険って自分のためにまず入るのにさ、なんでさ、自分にはもらえないの一切。どうなのかな。でもただね、何台も持ってて自分名義の2台が走り出すっていうね、このさっきも話したけどね、こんな例ってあんまりないよね。いや、こっち乗ってあっち乗ってんなら分かるじゃん。今日はこっちみたいな、今日はこっち、いや俺がこっちもこっちも乗ることはないよね、当日中にね。でもこれをじゃあ1台貸してやるよっていうのは今回このパターンですよ、イメージは。でそれがこっちがこっちにぶつかると、どっちが、まあ、どっちがぶつかっても用は出ないよね、ルール的には。ルール的にはその保険屋が言ってることが大切。そうよね、片方は出ないってことね、簡単に言うとね。出ない、じゃあ全部出ない、両方とも出ない、うん、これ対物ルール、これ難しいね。難しいですね。まあ、ただ僕たちの保険のルールなのか、それとも対物全部のルールなのか、そうそう、保険会社全部のルールなのか、なんか保険の約款に載ってるか何のか言ったんだよ。いやー、まあ、つうことですわ。はい。まあ、こちら、全損にはなりませんが、お金は全損だと。はい。いう感じになりましたね。申し訳ないです。まあ、しょうがないけども、本当にね、保険見直し、これ皆さんした方がいいですね。うん。これはね、ちょっと皆さん、対人対物、ちゃんと見といた方がいいですよ。うん。そして保険の内容もね、いや、こうじゃねえよとかね。バカ野郎、おじらいだ、お前が悪いんだ、みたいな。保険があれば。そう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 。だから見直した方がいいですよ、早めにみたいなね、うん、そういうのがあったらアドバイス欲しいね。という感じで皆さんも事故には気をつけて何の話だったんだみたいな。皆さん保険は本当に気をつけて契約しましょう。はい。2億円ならいいんだろうとか思っちゃうもんね、正直説明なくてさ、なんか適当によくやってってくださいみたいな感じで終わっちゃいがち。そうそうそう。で結局事故った時にさ、なんかね、こういう風になるんであれば悲しいんで、やっぱりちゃんと聞いた方がいいですね。保険の窓口が本当か言って、ちゃんと決めた方がいいのかもしれない。はい。じゃあ、そんな感じで皆さん、もう、今回はこの動画締めさせていただきます。はい、できれば頑張って、4本目の動画も早めに出していきますので。はい、で、忍者モンキーも、もうそろそろ下着もさんが、キュルキュルキュルって言ったんでね。キュルキュルキュルって、はい、内容さすごいよ。キュルったんでね。うん。はい、キュルった。まあ、それをやっぱりあんまりやりすぎてエンジン焼けたみたいになるように、はい、祈りましょう。はい。じゃあ、4班はね、もうそろそろです。街で走り出します。オディフォア、オディフォア。乗る？はい、着いた。着いた。いやね、これね、皆さん動画だから一瞬ですけどね、どんだけみんなで喧嘩、殴り合いの喧嘩したんですよ。もうゆうちゃんの殴り合いの喧嘩をして、もう馬乗りになられて、もうボコボコでしたわ、俺ら。うわ、俺が。嘘つき。本当に歯かけたもん。ハングオン。恥ずかしい。ということでね、はい、ゆうちゃんが誕生日なんで。誕生日です。はい。この動画が出たか、次の日か、動画の日が誕生日なんで、誕生日、おめでとう。まだですけど、ありがとうございます。そうね、誕生日じゃねえから、今言っても始まんねえんだけどさ。はい。うん、まあ、おめでとうなふり。24歳になります。25じゃなかったっけ？ 4 です。まだ4です。早生まれだから。みんなは今年25。でしょ？同級生は。でしょ？で、私だけは1個下だみたいなね。なんか得してるんだみたいな。年取ったら得する早生まれ。ことを言う女子ですわ。いいじゃん。でもね、若いうちの方が言うよね。うん。余計に言うんだよ。なんか1歳ぐらいで。いやでも、20歳になるまではみんなが羨ましかった。先に20歳になれるから。まあね。でも20歳超えたら、やっぱり女性は年齢を気にするでしょ？変なとこばっかりね。そうそう。で、ゆうちゃんの病院にかかったお金はいくらですかって聞いてきて、いや2000円なんだけどみたいな。レントゲン取ってくれなかったし、本当にレントゲン取ってくれなかったし、見ただけだったから、はい、2000円でした。そうなんですよね。でこれちょっと最後にね、
一個心配な内容もう一個皆さん聞いてみたい問題ですよね。今日はこういうね珍しい動画でね、ゆうちゃんがね救急病院に行ったんですよね。はい、事故の後ですね。このバイクこんなに下ぐらいの事故ですわ。もう下の方がやばいです。やばいですよね、いろ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 やばいですよ。でもうなんか触られて、あーうんうん、まああれが打ちたいかな、あ大丈夫かな、あ痛い、あーそう、あーじゃあ湿布出しとくからって終わり。違うよ、湿布出しますかって聞かれた。湿布すらくんない要は頭打ったかもしれない、事故だって言ったのに、事故ったって言ってんのに、バイクの事故だって言ってるのに、レントゲンとか取んないことあるんですかね。どうなんですかね、これね。まあ、結果的にね、今のところ大丈夫ですよ。多分。もうね、一週間以上経ってもな。もうね、なんか痛かったら、また来てねって、多分折れてくからって。そんな。痛みが後日、どんどん増すようだったら折れてるから、そしたらまた来てそんなんなんすか、世の中って、今。わかんないけど。頭打ってたら、やばいから、心配だから、CT とかレントゲン取っときましょうって、俺昔スポーツやってる時に頭打っても言われたけど、何コンクリートでバイクぶっ壊す音突っ込んだもん、何取ってくんない時代なの今。そうみたい。あ、保険も払ってくんない、あまた保険また保険ここさ、当日もう今じゃ考えられないから、ほんとぼっこり入ってた。今はもう真っ青、今まだ真っ青。うわーやば、うわーこれね、痛々しい。今の方が痛いんだ、どっちかっていうと。痛々しいわ。もうなんか縫った跡みたいになってもね。この枠が全然治んなくて、ね、ここがすっごい痛い。なんかぴったりどっかに当たったんだろうね、これ。何なんだろうね。うん、どこでしょうね。電話だと思うんだよ。まあ電話だろうね。うん、いやー痛い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 。で、ここがもう恐ろしいぐらい、こんぐらい腫れてて、うん、ツンツンされて、もだえてたもう。うん。歩けるから大丈夫って言われた結果大丈夫だったから大丈夫だった、うん、まあその病院問題ね、皆さんもし何かね、いやこういうのありえねえよとか、何か普通はこういうふうにやるんじゃないかとかね、俺はこうだったけどこうだったみたいなね、あったら教えてください。はい。